ロシア国防省によると、2022年6月15日にウクライナ西部のリビウ州にあるゾロチワ近郊にあるウクライナ軍の武器庫をミサイル攻撃で破壊し、中に貯蔵されていたアメリカから供与された 155mm 榴弾砲 M777 など、北大西洋条約機構 NATO 諸国から供与された兵器などが破壊されたとして発表したよ。この発表においてロシア国防省は、ゾロチワの武器庫への攻撃は巡航ミサイルカリブルによって行われたとしているらしいな。武器庫の破壊はウクライナにとって痛手だよね。というか有事において武器庫を破壊されるのは大きなダメージなんじゃないかな。そうだね。さて今回はウクライナの武器庫を破壊したと報じるロシア国防省発表の真偽について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナでは、6月14日にハンナ・マヤル国防次官が、ロシアの侵攻に対抗するために必要として西側諸国に供与を要請した武器が、これまで 20% 程度しか届いていないと、出演したテレビ番組で語り、ウクライナ国民がいかに奮戦し、ウクライナ軍の練度がいかに高かろうと、西側のパートナー諸国が支援を表明してくれた兵器が届かなければ、この戦争に勝つことはできないだろうと述べて、武器の提供にかかる時間をもっと短縮する必要があることを強調したよ。そしてさらに、ウクライナ軍への武器の入手が遅れれば遅れるほど、ウクライナが払う犠牲は大きくなり、ロシアに奪われる領土の面積も大きくなるとして、西側諸国に対して武器供与に明確な期日を設定する必要があると主張したんだ。また、ゼレンスキー大統領も西側諸国に対して、特に榴弾砲などの重火器の提供を繰り返し要請しており、欧州の一部指導者の抑制的な振る舞いにより、武器供与が大幅に遅れているとして、ウクライナへの兵器供与の動きが鈍いドイツに対して非難を発しているみたい。これらの状況をそのまま受け取り、ロシアによって西側諸国から供与された兵器が保管されている場所が把握されていて、その場所を精密誘導兵器で破壊しているために前線に兵器が届いていないとする解釈を語る軍事評論家がいるが、その解釈は短絡的と指摘する声が上がっているぜ。その理由としていくつか挙げられている中で、まず言われているのが運用訓練の問題で、ウクライナ兵士がすぐ使えるのは、これまでに慣れ親しんだ旧ソ連製、ロシア製の兵器であり、例えば戦車なら T-72 や T-80、戦闘機ならMiG-27やMiG-29などだね。歩兵が携帯できる対戦車ミサイルジャベリンのような撃ちっぱなしで運用できる兵器であれば、難しい訓練は必要がなく、1週間もかからずに前線で使用できるであろうし、ドローンなども小型で簡素な作りのものであれば操縦方法をマスターすることはたやすいと思われるぜ。しかし、アメリカ軍が供与した 155mm 榴弾砲 M777 やフランスの自走式榴弾砲カエサルなどを運用するためには数週間の訓練が必要になるため、すぐに前線に配備することができないんだよね。いくら良い兵器でも、使えないと意味ないもんね。これらの供与された西側諸国の兵器の訓練がどこで行われているかは明らかにされていないんだけど、ウクライナ国内なら西部のどこか、おそらくはポーランドなどで行われていると見られていて、その場合には榴弾砲を先にウクライナ国内に貯蔵しておけば、ロシア軍に察知されて破壊される危険があるため、砲は訓練場所に保管されていると思われるよ。また、西側諸国にしても、最新の兵器が無傷でロシア軍に渡ることは避けなければならず、前線への配備についてはウクライナ軍に細かな指示を出しているだろうし、ましてやウクライナ国内にただ保管しておくような状況に置くはずがないんだ。さらにウクライナに供与されることが約束された高機動ロケット砲システムハイマースや、イギリスが提供する多連装ロケットシステム MLRS に関しては、さらに長期間の訓練が必要とされるだけでなく、特にハイマースは機密が多い最新兵器であるため、その配備には慎重にならざるを得ず、配備に時間がかかることは仕方がないよ。これらの兵器については、訓練終了と同時にそれを扱うウクライナ兵士と共に前線に配備されるという手順を踏んでいると思われ、ロシアが M777 を破壊したとする発表は国内の士気を高めるプロパガンダであろうとの見方が出ているぜ。5月頃にゼレンスキー大統領が反撃のめどとしていたのは、ウクライナ兵に対するそれら新兵器の訓練が完了するのが6月末であったことを考えれば、現在の状況は当然の成り行きだろうな。ロシア軍がこれまでに大きな損害を出した部隊を再編して、東部戦線に投入してセベロドネツクの制圧に集中しているため、ウクライナ軍が押されているんだけど、南部ペルソン州や東北部ハルキウ州ではむしろロシア軍を押し返しているので、今のセベロドネツクへの攻撃はウクライナに投入された戦力のほとんどではないかと見られているよ。セベロドネツクでは市内のほとんどはロシア軍に制圧されてしまったようだが、周辺やシェルターがある化学工場などでウクライナ軍が立てこもって徹底抗戦の構えを見せているな。
化学工場の地下には住民が500人ほど避難しているらしいし、その安否が心配されているよね。これについてロシアが避難のための人道回廊を設置するとしていたが、15日になってウクライナ側の停戦違反によって人道回廊の設置は中断させられたと発表しているね。しかし、ロシアの提案した避難先はこれまでと同じロシアの勢力圏であり、ウクライナのみならず世界も、ロシアの国内向けのプロパガンダでしかないと見ているよ。ルハンシク州のハイダイ知事はロシア軍が再び化学工場への攻撃を始めたと伝えていて、工場に避難している住民への心配が広がっているんだ。このような情勢の中で、アメリカのバイデン大統領はゼレンスキー大統領と電話会談を実施して、2億2500万ドル約300億円の人道支援物資として飲料水や食料、医薬品の提供に加えて、総額で10億ドル約1340億円相当の軍事支援を追加することを伝えており、M777 榴弾砲18門とその砲弾3万6000発の供与を約束したほか、対艦ミサイルシステム2機を供与するとされているよ。ウクライナ軍には地対艦ミサイルとして、黒海艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを撃沈したネプチューンがあるんだけど、この戦時下で製造が滞っているとされ、ウクライナ兵がすぐに使える地対艦ミサイルとして、スロバキアなどからロシア製の地対艦ミサイル S300 が提供されているんだ。その他にもイギリスがアメリカ製の地対艦ミサイルハープーンを供与していて、アメリカが提供するミサイルシステムもこのハープーンではないかと見られているのであるが、もう一つアメリカ軍が運用している地対艦ミサイルである、ノルウェー製の NSM ミサイルの可能性もあるとされているぜ。ゼレンスキー大統領はこのアメリカの決定に対して支援に感謝したい。ドンバスの防衛に特に重要な兵器となるとのコメントを出しているみたいだね。また、北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は6月15日、6月末に行われる予定の加盟各国首脳会議において、ウクライナへの武器供与をめぐってソ連時代の古い装備から最新の装備に移行できるよう、長期的な支援について加盟各国で合意できる見通しであるとしているんだって。ウクライナの砲弾不足の原因の一つに、ウクライナ軍が運用しているロシア製の自走榴弾砲などの砲弾の備蓄が底をつきかけていることが挙げられているな。ロシア製の榴弾砲の規格は 152mm だけど、現在この砲弾をウクライナが新規で製造が可能であるかは不明な上に、これらの砲には供与された NATO 規格の 155mm 砲弾を有用することができず、前線での砲弾不足となっているとされているね。この戦争については侵略したロシアが簡単に兵を引くとは思えず、長期化する兆しが見えていることから、NATO によるウクライナ軍の NATO 化をいかに早く進捗させるかが、ウクライナ勝利のポイントになると見られているんだ。じゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、フルマラソンについてだよ。フルマラソンといえば、あの 42.195km も走る過酷なスポーツだよね。考えただけでもきついや。そのフルマラソンなんだけど、なぜ 42.195km になったと思う？いや、そんなのわかるわけねえだろ。だよね。それじゃ解説していくよ。実は、フルマラソンの距離が 42.195km となったきっかけは、とある人物のわがままだったそうなんだ。とある人物って誰なの？その人物とはイギリス王妃なんだ。イギリス王妃の要望に応えようとした結果、とても中途半端な距離になったそうだよ。それまでは特に規定はなく距離も統一されていなかったことから、大会によって走る距離はバラバラだったんだ。全員が同じ距離を走るならレースは成立するよね。そうだな。だから、固定の距離にこだわる必要がなかったんだ。1896年の第1回アテネオリンピックから1924年のパリオリンピックまで距離が統一されてなかったんだ。え、そうだったの？ならいつから 42.195km になったの？初めて 42.195km を走ったのは、1908年のロンドンオリンピックだったんだ。でも実は、ロンドンオリンピックについても、マラソンの距離が最初から 42.195km だったわけではないそうだよ。ならなんで 42.195km なの？それはね、当時のイギリス王妃であるアレクサンドラのわがままを叶えようとした結果、距離が変わってしまったと言われているんだ。ちなみにどんなわがままなの？それはね、選手たちがスタートする瞬間を見たいから、スタート地点は城の中庭、ゴールの瞬間も目の前で見たいので、ゴール地点は競技場のブロック席の前。こういったリクエストに応えようとして、スタート地点がお城の前から中庭に変更することになったそうだよ。また、ゴール地点についても、もともとは競技場の入り口付近を想定していましたが、王妃の座席前へと変更されたんだ。そのため、最初に想定されていた距離も少しだけ延長されることになり、
最終的に 42.195km となったんだ。確かにそれはわがままだね。そうだよね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。